アーファは、文と模社が発行する女性向けファッション雑誌。奇数月20日発売。日本初の、ぽっちゃり女子のための本格ファッション誌をコンセプトに、2013年3月に、文化社より創刊された。創刊当初は、期間発行だったが、2014年3月20日発売以降から、各月発行となっている。キャッチコピーは、ぽっちゃり女子のおしゃれ応援マガジン。 ぽっちゃり女子のオシャレバイブル。表紙モデルは、総刊号から2015年3月号まで、渡辺直美が務め、その後、野呂佳代などが務めている。2019年に文化社の分割に伴い文と社に、遺憾された。雑誌名はイタリア語で、蝶を意味する、ファーファラに由来し、さなぎが華やかな蝶になって、羽ばたくように読者にも綺麗に変身してほしいという、願いが込められている。 ラファーファボリューム4発売後からツイッターやネット掲示板などで特集記事に紹介されたマシュマロ女子が話題となり可愛い、ただのデブと賛否両論を巻き起こす。ファッションに関心が高く積極的なぽっちゃり、ふくよかな女性を表す名称として使われるようになったが特集記事ではファー付きコートなどのふわふわもこもこした服装に身を包んだ ふっくら感が出ている、ファッションスタイルを指す。2020年5月時点。2016年に1月号にて、DMM のブラウザゲーム、真剣ンンの登場キャラクターの一人である、長谷部仕切りをモデルとして、本誌でデビューしており、本誌に描き下ろしファッションイラストが掲載された。ありがとうございます。